はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画123回目からクラウン道化師をコンセプトにしたバイスクルを紹介していきたいと思います。前回のスターと同じく逆順で年代を遡っていきたいと思います。まずは最新の2019年発売バイスクルチャレンジャーです。チャレンジャーっていうのはアパレルブランドで、アメリカンガレージをコンセプトにした原宿邸アパレルブランドチャレンジャーのコラボバイスクルになります。デザインの方はチャレンジャーのデザイナーである田口悟さんがデザインしているバイスクルです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルチャレンジャーで、チャレンジャーのロゴマークとクラウンが描かれています。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側がユナイテッドステイツプレイングカードカンパニーで、上面がポーカー。クローザーシールは赤色で、チャレンジャーのロゴマークが描かれています。でこれがバック面で、バック面は上面が道化師で、下面が死神になっていて、上下非対称ですね。まあ、ただね、枠が同じなので多分反対向いてもそんなに目立ちはしないでしょう。で枠がカスタムデックによく使われているメイデンバッグの枠になっています。下面がバーコード2019の USPCC アーランガ KY製でリサイクルマークが入っています。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。こちら側がバック面ですね。まずはジョーカーから。ジョーカーはこのクラウン、まず1枚目、2枚目も同じくクラウンで白黒になっていますね。チャレンジャーって書かれています。でスペードのエースの方がジョーカーみたいですね。でチャレンジャーと入っています。数字のカードは普通のスタンダードと同じみたいですね。で絵札のカードは特にメタリックインクではなくて、ちょっとね色味が抑えられた絵札になってるみたいです。で黒は黒なんですけど、赤色がね少し落ち着いた色の赤になっていますね。ハートのエースで、なんと同じ裏面も同じですね。デュプリケートのジョーカーが2組もついてます。では最近のスタンダード54枚と、最近のスタンダードと厚みは全く同じみたいです。で赤色の色味なんですけど、こちら側が最近のスタンダードと、こっちがチャレンジャーで、かなり赤色が落ち着いた赤色になっているのが分かりますね。滑りの方は最近のスタンダードと同じくかなり高品質になっていて、めっちゃ滑るな。これスタンダードよりも滑りはいいみたいですね。でこれがバック面ですね。多分ねこうなっても広げた感じは全く変わらないと思います。で弾力の方は表面も裏面も少し固めになっています。ではファルを入れたいと思います。ファルもふつっと入りますね。トラディショナルカット入ってると思います。バイスクルチャレンジャーを開封しました。アパレルブランドチャレンジャーとのコラボバイスクルにはなっていますが、ジョーカーとスペードノイズ以外は色が抑えられている以外は完全にレギュラーのねスタンダードと同じだと思います。珍しいのはジョーカー2枚ともがデュプリケートついてるの意外と今までなかったですね。それではジャンル当てしたいと思います。品質の方は最近のスタンダードと同じで高品質になっていて、トラディショナルカットもちゃんと入っています。ジャンル分けの方はアパレルブランドチャレンジャーとのメーカーコラボ、クラウンと死神のコンセプトデザイン
集めている人もいると思うので、レアレッグコレクションです。バイスクルチャレンジャーでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。